還暦過ぎてもまだその元気は衰えを知りません。世界共通語ともなっています。頭にタコへばりつかれた、へばりつかれたタコに好かれた男、ご存知タコ店長倉持実61歳。さあタコ店長行く、タコ店長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 、行った行った店長。いきなりタコが映ってびっくりしたぞタコ店長。なんと顔にへばりつかれてしまいました。それを剥がすのに手一杯だったというタコ店長。ここまでタコに好かれた日本人、人間も珍しい。今年も予選を行いました。その予選を通過したのは7名です。第22回サスケ予選通過、7人のうちの1人です。国士舘大学体操部出身、菅野仁志23歳。夢の舞台、菅野仁志が行く。国士舘大学体操部出身。ハーフパイプアタックはどうか。一気にいった、一気にいった。菅野仁志23歳。時間があまりない中、そり立つ壁、掴んだ、掴んだ、上がった、問題ありません。第7エリア、スライダージャンプ、新しくなったスライダージャンプはどうでしょう。掴んだ、下からいった、下からいった、菅野仁志レッドカーペットに足をつけた。残り30秒。さあどうだ、本当にこのためだけにもう毎日の生活を送ってきたので、途中ちょっと辛くて諦めそうだったんですけど、本当頑張ってよかったなと思って。菅野さんが言ってますか。はい、そうです。菅野君に続くようにいきたいと思います。さあサスケの予選を通過してきた漆原裕治30歳。さあ続いてジャンピングスパイダー、ジャンピングスパイダー、足で抑えた漆原。今年の予選通過者はレベルが違うぞ。簡単に超えた。まだ50秒残っている。さあまだ40秒残っている。行った、行った、漆原上から行った。この77人目上から行った。さあターザンロープ、ロープラダーに行く。残り20秒だ。余裕がある、余裕がある漆原。さあ残り13秒、残り10秒切った。さあ漆原余裕を持って赤いボタンを押した。余裕を持って赤いボタンを押した。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを気持ちの限り叫んでください。ありがとうございます。本当も仲間たちと、まあ、職場の人たちとみんな期待してくれてたんで、もう本当に行けてよかったですね。リーバイが去り、武田が去り、長野も去った大波乱のファーストステージ。しかしこれは新時代の到来かもしれません。まず最初のチャレンジャーをご紹介しましょう。夢を見て夢の舞台に立ち、夢を叶えたファーストステージ、サスケドリームを掴んだ男、23歳菅野仁志。ここは慎重に行きたいところ。初体験のサーモンラダー、2台いった、3台いった、順調だ、順調だ。そして6台いった、7段目クリア。揺れる運転、ここは難なくクリアしていくか。まだ時間は十分に残っている。サスケのトレーニングをしてきた菅野がいった。あとは
ウォールリフティングだ。まずは30キロ、30キロクリア、残り30秒ある、残り30秒ある、40キロクリア、そして50キロも軽々と軽々と持ち上げることができるかどうか、残り19秒クリア。今年の予選会組は何かが違う。まずは菅野仁が通過していきました。そしてもう一人予選会から上がってきた男、サスケ予選通過者、靴の営業販売、漆原裕治30歳。そして上がっていく漆原、あっとここはバランスを崩したが、2段、3段いった、4段いった、5段いった、いけるぞ。スティックスライダー、滑ってきた滑ってきた、一気にいくか、一気にいくか、一気にいった。関門のサーモンラダーは通過している。さあまた予選通過組が突破という番になるのか。いきました、メタルスピン、残りまだ30秒以上あります。30キロ、40キロ、そして最後の50キロ、まだ時間は十分に残っている。さあいけ、さあいけ、漆原セカンドステージクリア。通過してんですよ。はい、ここはオールスターもいない、リーバイ・ミューエンバーグもいない、プロのアスリートもいない。さあスタートしました予選会の男、まずは菅野が行きます。思えば菅野は憧れで生きてきた、ジャッキー・チェンに憧れて体操も始めてきた、そんな中出会ったのがこのサスケです。憧れだった男たちを超える瞬間が、さあ近づいてくるぞ。シンクリフハンガーに挑む菅野仁。さあこの右上がり、さあ来た、さあここだ、さあ菅野止めるか、時代を作ってくれ。どうだ、掴んだ掴んだ、武田長野に続いて3人目、ついに新星が現れた。腕の乳酸は極限まで達してきた、あとは足でしがみつく。さあここであのオールスターズの武田俊博を超えたぞ。さあ第7エリアスパイダーフリップ、しっかりと体勢を立て直せるのか。アウト、疲れてたんだな、しょうがない。腕に溜まった乳酸が掴みやすいこの鉄の棒を触らせる結果となったのかもしれない。ファイナルの舞台まであと2つのエリアでした。まだまだダメですね、自分に甘いっていうか。サスケ予選会を通過してきた、その中でも30歳という年齢から自ら兄貴分と称しています、漆原裕治のチャレンジです。名もなき男たちのオリンピックと言われたあの当時のサスケに戻ります。さあアームリング、左右この段差のある鉄のパイプをうまくリングを滑らせる。さあ順調だ、足をかけた。サスケオールスターズが引っ張ってきたサスケの時代はもう終わりなのか。さあ漆原が行く下りランプグラスパー、いいぞいいぞいいぞ、素晴らしいテンポだ。懸垂は欠かさず毎日100回。さあその懸垂で鍛えた腕力でデビルステップス、一気に一気に登った。これも速い下りに入った、下り6段、あっという間、ここも10秒かかりません。漆原も分かっている、こっからが本当の勝負。さあ指先の力、右斜めに上がって止めるのか。さあ飛んだ、ここも来た、漆原来た、早い。まさに名もなき男たちのオリンピックと化した2009春のサスケ。さあ飛ぶ漆原、3つ目どうか。さあ4つ目来るか、来た。
手を滑らせずに慎重にここは行きたい。すでに菅野は越えてきた。足を使うか。ここは慎重に足も使えます。さあここは慎重に進みたい。さあ予選会からの男漆原、30歳にして迎えた大きな転機です。さあ来たぞ。さあ来た。スパイダーフリップ立ち上がった。さああとは度胸だ。さあポジションを決める。2メーター先飛んだ。しがみついた。長野に続いて漆原ついに来た。グリーンのバーに足をかけた。このエリアさえ越えてしまえばファイナルステージに立てる。神に選ばれろ。さあ止めるか漆原。サスケの神に結構限界だったんですけど、やりました。良かったです。リニューアルしたこのサードステージ史上初のクリアとなりました。ありがとうございます。未知数なんで挑戦してみないとわからないですね。まだ誰も見てないファイナルなんで。地上23メートル、神の領域に挑みます。ついに姿を現したファイナルステージに挑む。さあ史上3人目の完全制覇者は今宵現れるのか。一気に登っていくヘブンリーラダーは13メートル、5メートルを超えてきた。まもなく10メートルの高みへと行く。神に選ばれた男は10メートル。さあゴール地点が手招きを迫っているぞ。ジロープ栄光へとつながっている。残りは25秒。さあ順調だ。時代が変わるのか。オールスターズの歴史に終止符を打つのか。ウルシャラ懸命に登る、懸命に登る。もうあと5メートル付近か。残りは10秒。さあどうだ。時代を変えろ、変えてくれ。すでにオールスターズではない。ウルシャラが新たな時代。赤いボタンが見えたか。赤いボタンは見えていた。その腕を伸ばせば届いたかもしれない。漆原は時代を変えられなかったが、漆原が新たな時代。赤いボタンが見えたか。赤いボタンは見えていた。史上3人目の完全制覇者は今夜現れませんでした。確実にサスケは新時代へと突入をしました。ありがとうございます。すごい嬉しかったですけど、あと一歩で神の領域23メートル。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。